うも TQQ です。今回はウォッチポイントジブダブダブでトレーサーバスティオントールビョンを使ってきました。今回は戦艦構成を2回も刺すっていう前代未聞の試合で、令和のグラマス隊でもまだ刺さるとかなりの恐怖を感じる動画になってます。一応戦艦の対処法としては、穴でスリープとか阻害とか、ゼニアッタのフワとか、DPS やったらリーパー半蔵、タンクやったらディーバとか、頭では分かっててもなかなか対処できひんっていうのが戦艦構成です。 VC など使って一気に攻めないとかなり難しいなと思いました。ということでぜひご覧ください。あーマジか、これ無理、俺無理。帰ってくるかタンク。リローディング、リローディング、本場リローディング。あのブリー行きたいなパルスかぬって。うわマジか、あーパルスもつけないと、あやべ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 、これマジやべ。クソほど殴られた。行くかバスティオンアナバップ。あれこれ上あれどこ、あー助け欲しい、硬すぎやろこのキャラ。オリセめっちゃロー、ナイス。あれ何や高校生。いいよパパ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 パ、めっちゃロー手にやった半蔵も死んだと。あれ何や戦艦、戦艦まだ強い、全員ここ多いからな、ペイロードの金に。鬼ほど強いねんけど。見えへん見えへん見えへん、パレットで見えへんかった。これアルティメット使った方が弱いまであるぞ。うわーマウスパッド足りひん。バレーおらーおらーおらー多分勝ったアッシュっていうかこの構成やばすぎやろやり返されたらどうしようかなっていう感じはあるね。確かに
え、落ちた。やば。なんだよ。リバロン。めっちゃローやのに。あーマジ D は強え。助かったー。俺はミネボーやけど、ミネボーやけど、どうやっていくかやな。まあ、出すか。すごすぎマジで。カルトの盾を使ってこっちにいた。パラッ、うん、頑張れ。オーケーオーケー。刺さり散らかすと、刺さり散らかすと。俺負けたらもう誰のせいでもないっていうことが分かりますね。後ろ誰もおらんもんな。マジでウルター誰もいらん。硬いのよ。あー気持ちいい。あー気持ちいい。あー行くぞそのまま。俺らはな楽しんでるわ。なの、ああ俺はバスティオン使うぞ。俺のウルトは使わんぞ。自爆が怖いな。やばすぎる。やばすぎるこの構成。見とけよ。なんでやねん。なんでや。なぜ。キルログやばかったけどな。あーまあナイス。相手しても見たい。相手して見る。
絵面がやばいぞ、もう。じゃあまさかこれがやばい。ハルト後ろ向いてさ、なせこいわこんな。ということで今回の動画はここまでです。この動画良かったと思いましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。じゃあね。